こんばんは。今日は何もしてない。いや、休みの日だからあれだけど、何もしてないけど、ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。今お仕事終わったところ。大変だね、こんな時間まで。こんばんは。こんばんは。そう、鉄な、そう、出るんですけど、まあ知ってたんだけど、出ることは知ってたんですけど、そう、嬉しい。コールが聞けるらしい。やった。19歳になってから初めての公演が、違う、それは盛りました。19歳になって2回目の公演がね、コールが聞ける公演ということで、とても嬉しいでございます。すごく、めっちゃ嬉しい。楽しみ。もう出ることはしてたけど、16人か12人言ってたから。でも今日16人って発表されてるもんね。楽しみですね。まあ、まだそのずっとこれから続いていくわけじゃない、あれだよね、そのちょっと続くかまだわかんないですけど、まあ大事だよね、やっていった方が。それだ、須田さんと一緒に公演に出るのは2回目かな。1回、時に制服の目公演で一緒に、そう、須田さんと初めて出たのがそれが最初だけど、今度18日に出るのは初めてですね。劇場で一緒に立つのは初めてなはず。まあチームも違うから、なんか通常の公演が一緒になることがまずないからね。そう、今回、そう、本当になんか卒業されるタイミングも伸びて、ですか、本当はね一緒に立てなかったかもしれないけど、今回これでやってて、それに須田さんが出るっていうことで、すごい個人的にめちゃめちゃ嬉しい。いや、もしかしたら延長さ、なんかその伸びてなかったらなかったかもしれないから、この機会がね、だからすごい個人的にすごい嬉しい。楽しみ。サイリウム赤で埋まりそう。いや、赤で埋まってほしいです、私は。もういや、ほんと須田さんが卒業されちゃうから、劇場に立てないわけじゃん。劇場公演っていうものに立てないってなった時で、須
須田さんはもう残り数少ない公演だから、すごく思います。人数もさ、多分少ないじゃないですか、入れる人数が。何人ぐらいなんだろう、100人ぐらい？わかんないけど、その辺は。本当に楽しみ。どうしよう。ですね。こんばんは。やっぱ半分なんだ。まあでもそれは最初だしね。そうだよ。楽しみだね。すごいね。こんばんは。受け取りました。さん、ありがとう。ありがとうございます。こちらこそ。でも今日声不調かもしれん。全然出ないや。こんばんは。今日は不調かもしれません。思ったように声が出ないです。好きな方ありがとうございます。ゆずきです。こんばんは。ありがとうございます。人と喋ってないからさ、こうなっちゃう。こんばんは。こんばんは。ございます。ありがとう。
ね、急に寒くなったよね。みんな気をつけてね。今日朝起きたらほんと寒すぎてびっくりした。やだー、なんかもう沖縄まだまだ暑いです。沖縄はいつから寒くなるんですか？寒いとかいう概念あるのかな。そもそも寒くちょっとは寒いよね。でもさすがにね、好きじゃないかな。暑いのも好きじゃないですね。中間が好きです。こんばんは。私春とか秋の服装に惹かれることが多いかもしれない。可愛いから。春はなんかデニムとか可愛いじゃないですか。なんかそういうのが好き。2月ぐらいは10度？寒すぎない？気をつけてね。どれぐらい寒いかピンとこないけど寒いのはわかるわ。やだーやだ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 。グループ特会、あの、来てください。ぜひ。ツイッター載せますね。横からあの今日それマネージャーさんにもらったから。あとで こんばんは。なんか動画とかさ、なんかさ、けどなんか横から見ると改めて高すぎて、こんなもう自分がこんなに見えるのちっちゃいのよ。そう、びっくりした。思っちゃうか。その動画見たら嫌いな人は多分もううわーってなるかもしれない。うわーってなるかも。もしかしたら。こんばんは。この話したっけ。なんかそば屋さんに行ったんですけど、飛ぶ前にね、そば屋さんでそばを食べてから行ったんですね、バンジージャンプの。まあ近いんですけど、そこのそば屋さんからバンジージャンプのところまで10分ぐらい。4人いたんですよ。私もう2人スタッフさんがいて、4人、あ、でもマネージャー4人いたんですけど、そう、なんかそばを食べるときになんかすごい、あの、私向かい側に長柳さんがいて、広いじゃないですか、それだけでも。
なのになんか長柳さんがなんか気まなんか気まずいですねって言われた。この状態でそば食べるの気まずいって。なんか他のお客さんとかさ別になかったからいいんですけど状況って感じだよね。そう気まずいって言われた。でも年齢でそう。なんかリアルじゃないですか、親子っぽく見えちゃうからなのか、すごい。こんばんは。年齢公表してましたっけ？え、してないんじゃないですか？でも私知ってますよ。日にいっぱい長柳さんプロフィール情報も私は知ってます。ただ言わない長柳さんが別にあの教えてたくなくて教えてない。いろいろ知ってます。あ、受験の方ありがとうございます。 SK ファンデータチームですね。まあ顔は知られてるからね。顔は知られてるからあれやね。こんばんは。なんですけど寒いかな、服どうしよう。なんか一気にさ寒い。どうかわからない、どうしよう。困るね、急にこうやって寒くなると。何着ていけばいい。いやだ、お家を出る日に限って雨が降るんだろう。すごく嫌だ。どうしようかな。でも荷物少なくしなきゃじゃん。こんばんは。ほんとなんか私の好きな秋がどんどんなくなっていく、年々。すいません、やっぱこうやって雨男の人がいるから私。変化っていう気持ちなんですけど。やだな、寒いの本当に嫌だ。どうしよう、スタバ買っちゃおう。あったかいの飲んじゃおう。
そうしよう、そうしよう。機嫌を取らないと。こんばんは。スタバ飲んどけば機嫌よくなるので、スタバね、どの時間も混んでんだよね。座らせてくれないの。広いのに。広いのに。それは座らせようとしてくれない。でもアメリカンワッフルはそれだけ教えてあげる。あとは秘密です。あとはチーズケーキも食べた方がいい。それぐらいかな。携帯見てますね。もう答えになってないわ。見るかインスタ見るかのどれかかな。最近はでもドラマ、あとね、今の季節にあるね、スイートポテトシフォンケーキがね、めちゃめちゃ美味しい。おすすめ。食べてみるがいいって感じです。食べてみる。普通になんかクリームシフォンケーキみたいなのも美味しい。こんばんは。デザート系頼むんですよ、いつも。食べ物、なんかご飯みたいなのは頼まんけど、そうケーキとかの方が頼んじゃう。全部美味しいとか、美味しいって言ってんのよ、私は。あ、夜行くといいよ、スタバは。の食べ物買うとき、ちょっと安くなるから。みたいなやつで、そう、夜に行くと安くなってるでしょ、みんな。昼に行くより、やってみましょう。この間もゆず2じゃないよ割にルーちゃんとスタバ行きました。スタバ行ってお別れした。そう、ルーちゃんと行きました。でもよくかもしれん。そう、結構ね、そう、何時入ってるさ、スタバとかだったら、そのショッピングモールが閉まる時間帯までじゃん。
私なんかどうでしょう、私もいつか放送ルーちゃんとのやつね、みんな嬉しく、こんばんは。いいってくらいさ、ドライブスルー並ぶよね。時間に行ったのにさ、そのなんかそういう時はママがモバイルオーダーして着く頃に取れるように頼んでくれてる。私が取りに行って。こんばんは。危険な方だ。こんばんは。ありがとうございます。寒い。いる。そう、あのね、そう、最近ネットでお買い物したんですけど、早く届かない。来ないかなってずっと。キラ君が泣いてます。追跡してる今どこにいるかなってこうやって見通メンバーじゃないので、あの失敗をしたこと、しません。はお届け先間違えちゃうみたいな感じですか。シンプルにヤッホー、こんばんは。煽ってるね嘘、煽ってた今
煽ってた？めちゃめちゃそんな感じしなかったけど。間違うし、そもそも届かないって決まる。届かないってどういうこと？不思議ですね。私にはちょっと経験なんとも言えないんですけど、そういう今日やっとサイン受け取りました。ありがとうございます。が15センチだった。こんなんじゃない15センチって。そうだけどね、なんかそもそも届かない、どういうこと？めっちゃ可愛く撮れてる。どの写真だろう、それ。これぐらい30センチか。これぐらいだと、5センチくらいな。こういうこと？ギフトありがとう。こんばんは。顔幅15センチ。そんなちっちゃくないだろ。そう、まあ、この間も言ったけど変えたんですよね。つけてたけど一番最初のやつにしてる。いや、なんかさ、撮った時にさ、こんなにこんなこれがここに入って、びっくりするたまに。別に感覚も何もない。ボタンのくるみちゃん。ああ、なるほど。おしりさんの後で見ます。すいません。すいませんでした。先輩のツイッターを見逃して。50分になったら終わりたいと思います。みんな顔小さくてビビるとかさ、なんか絶対画面ってぐらいさ、でかく見えるじゃん DMM とか。私なんか妹と妹の声。
知らん、ゆずには。です、もう無理です、限界。寒いのもでも欲しいっていう、服が可愛いから出んだろ、そうやって買ってんだよ、こっちは。出ない。したやらずに。あーじゃないんですって。わかるんですか、他の推しとか。バレてないとでも思う。まあ別にそれが嫌だなんて一言も言ってないんで別にいいですけど。バレてないとでも。てかなんか本当にたまになんか娘みたいな、私のおすすめ、おすすめ流れてくるの、たまにね、頭に入れておきましょう、皆さん。さあ、それはちょっと言えないな。ツイッター仕事するなよ。誰に見られてるか分かりませんよっていうお話ですよね。こういうの楽しい、もう楽しんでる人いいんじゃん、もうもはや。だって面白いもん、最高だね。楽しまなきゃ。そうです、楽しまないと。そろそろじゃあ終わりますね。また明日。
お仕事終わったら。ありがとうございました。どうも。バイバイ。また明日ね。